昭和薬科大学附属高校の坂と託し公民館の坂。こんにちは、町歩き沖縄です。時々坂の動画を上げているんですが、先日視聴者さんから昭和薬科大学附属高校の坂は結構きついですと情報をいただきました。今日は早速向かっているところですが、どんな急坂なのか楽しみです。バイプラインの交差点を曲がると、そこから附属高校まではずっと上りになります。緩やかな坂道ですが、坂道の距離は長く、随分と高台に向かっている気分になります。次の信号機を左に曲がります。この辺りは那覇市のベッドタウン化していて、住宅が混み合っている地区です。通行する車も多く、運転には気をつけたいところです。そろそろこの辺りが頂上付近です。右手に昭和薬科大学附属高校が見えてきました。急な坂道としては少し物足らないですね。あと一箇所、託し公民館に行く坂道があります。この丘を一度下まで降りて、もう一つの坂道を上がってみたいと思います。次の角を左に曲がると託し公民館の坂が始まります。今回の坂はどんな感じでしょうか。おお、こちらはなかなかな急坂のようです。道幅が狭いので、対向車が来ると注意しないといけないですね。坂の上に水色の車が止まっています。私の車とすれ違えるように待っていてくれているようです。やはり何気に道が狭いので注意が必要です。託し公民館まで来ました。坂はここまでですね。最初の昭和薬科大学附属高校の坂道よりはこちらの方が急な坂でしたが、まあごく普通の坂道で少々がっかりです。こんなこともあります。さあ戻りましょう。ここで U ターンします。あれれ、ここに坂道がありました。セメントの道路に私の好物のギザギザがついています。これはこの坂を登るという合図ですよね。先に何があるのか分かりませんが、登ってみます。
運転中は結構な急坂だと思っていたんですが、角度が13度ですから、まずまずの坂道ということでしょうか。この坂が今日一番の収穫でした。登りきると周辺で一番の高台で、関ヶ原石材が管理する墓地になっていました。今日の坂道動画は昭和薬科大学附属高校の周りの坂道3件の動画となりました。今回は坂道としては迫力不足でしたが、これからもいろいろな坂道に挑戦してみたいと考えています。本日も最後までご視聴ありがとうございました。